スと学ぶプラシティ今回はバージョン1.3から搭載されたブブレンダーブリッジを紹介するのだこの機能を使うとプラスキシティで作成した 3D モデルをそのままブレンダーに持っていくことができるのだ通常の読み込みだけではなくライブリンク機能もあるのでいちいちエクスポートすることなく変更がリアルタイムで反映されていくね。 それでは早速インストールの仕方を説明するのだまずはブラウザで「プラスキシティ」「マニュアル」を検索概要欄のリンクからでも飛べるよ一番上に出てきた公式の「プラスキシティ」「マニュアル」をクリック左のメニューにある「ブレンダー」をクリック 説明は紹介を読んでね。ダウンロードはセットアップから「ブレンダーアドオン」のインストールにある ZIP ファイルへのリンクをクリックダウンロードできたら回答せずにブレンダーへ編集にあるプリファレンスを開いて「アドオンのインストール」をクリック ダウンロードフォルダからさっきダウンロードした ZIP ファイルを選ぶのだ右下のアドオンをインストールをクリックすると一瞬でインストールされるのでチェックを入れてアドオンを有効化させるのだすると右側のタブに出てきた「可逆性」をクリック接続の前にプラスティ,シティを立ち上げるのだ左上の「キ」からプリファレンスをクリック サーバーのイネーブルにチェックを入れると準備完了なのだこのアルミフレームは高さに 100mm で作ってあるのだブレンダーに戻って接続をクリックしてメニューが伸びれば接続成功なのだダメな場合はブレンダーのバージョンが古くないか確認してね。 このまま更新をクリックで読み込むんだけどブレンダーの設定をミリメーター基準にしている人は要注意めちゃくちゃ小さなサイズで読み込まれたのだスケールの設定を変えるので一旦消去しようこのブレンダーは 3D プリント用に単位の倍率を0.001長さをミリメーターにしてあるのだ この場合、スケールを1000倍にしておくと実寸で読み込まれるのだ。一旦切って再接続するのだ。更新をクリックで読み込みっと。今度はまともなサイズで読み込まれたっぽいね。念のために確認するのだ。シフト f t A でメニューを呼び出して円柱を作成するのだ。半径は適当に 20mm、振動 200mm にするのだ。 原点が真ん中にあるので G ポジションに100と入力作った円柱を選択し直して G、G と入力横方向に移動させるのだちゃんと読み込んだ方も 200mm になってるねこれでスケールの確認はできたから別のオブジェクトを読み込んでみよう一旦切断しておいて全て削除 こっちは閉じて新しく読み込みたいファイルを開くのださっきまで別のファイルとつなげていたからか切り替えがうまくいかなかったのだそんな時はチェックを入れ直すのだ「接続」をクリックしたら更新なのだちゃんと設定したサイズで読み込まれたね。 オンリービジブルにチェックを入れるとプラス機式で非表示にしているものは表示されないのだライブリンクをオンにするとプラス機式で行った変更がリアルタイムで反映されるのだ H キーで非表示ブレンダー側でオンリービジブルのチェックを入れて更新プラス機式で非表示のものはブレンダーでも表示されなくなるのだ 表示非表示やコントロール G は更新ボタンを押さないと反映されないみたいここからはざっくりとマテリアル設定をするのので早送りなのだプラス機式にはちゃんとしたレンダリングモードはないけどこんな風にブレンダーとしっかり連携してレンダリングできるなら全然問題ないのだ。 ちなみにモデルにしたのは芦田音響株式会社のヘッドホンなのだ日本産で見た目は可愛いいのにお値段控えめもともと業務用音響機器の会社だけあってとってもしっかりした音でなるのだ最近はマイク付きのヘッドセットタイプも出たみたい概要欄にリンクを貼るので一度見てみてほしいのだブレンダーはお試し程度でしか触ったことがないので 細かなマテリアル設定はわからないのだ。これらのオブジェクトはプラスティの原点を基準に配置されるのでブレンダー側で回転や移動はできるけどその後にプラス機式で新しく追加したりミラーで作り直したりしたものはブレンダーでの移動後のものとオブジェクトの位置がずれてしまうのだ。こののりはブレンダーで仮の入れ物を作って、 その入れ物を回転させればいいと思うんだけど、実際にそんなことができるのかはわからないのだ。あとミリメーター基準でやるとカメラやライトの設定が極端に小さくなっているので面倒くさいよね。単位の倍率は0.001にしてるけど少し大きめの数字にしても良いんだろうかもしいい方法を知ってる人がいたらコメント欄で教えてほしいのだ。 読み込んだ 3D モデルはプラスキ式のドキュメント名で管理されているので、ブレンダーの中で複数のプラスキ式ドキュメントを配置することも可能なのだ。プラスキ式バージョン1.3ではかなりの新機能が追加されたので、また何らかの機能紹介はやっていくね。ちなみに前に紹介したパイメニューだけど、早速独自のものが実装されたようなので、 次はパイメニューの設定方法かな。正直言うと追加機能が多すぎて全然ついていけてないのだなんだかんだ設定を変更してレンダリング画像はこんな感じグレーのヘッドホンなので地味なのだイヤーパッドのシワなんかはブレンダー側で作り込むか。 革のマテリアル設定を入れてやると良いと思うのだそれではこの動画が参考になったなら高評価やチャンネル登録よろしくなのだ